皆さんこんにちは、ペソでございます。スーパーロボット対戦 EX の、23回目やっていきたいと思います。さあ、なんとかね持ちこたえてくれましたね。やばかったよね。とりあえずガトーさん動かんでも削っていけそうな。ああ、まだまるまる8000か。とりあえず1体ずつ行きましょうか。あ、こっちはそうか、届くんだ、ミサイル。避ける？回避が高いね。こやつはナグロッド、で判定6。1、2、3、4、5。あー、ギリギリ入るんだ。ここはどうかね。こっちは8ですよね。ね。1、2、3、4、5、6、7、8。これは届かない。F91 だけですよね。あんまりビスパーばっかり使えないからね。3200か。4200、3200。うん、こっちでまず攻撃かけちゃおう。当たるけどね、向こうからも。一発か、素晴らしい。多めに経験値もらいましたね。これが6でしょ。2、3、4、5、6。届かないね。とりあえずこれ削ってなんとかしてないかんよね。5、6、7、8。このラインか。 ここまでならいけるということだよね。ちょっと着艦しやすい。ここで、あ、これが5か。1、2、3、4、5。ここか。ここやね。1、2、3、4、5、6、7、8やから、このラインか。ここまで行こうか。はい。で、こやつが9。
せるためにね、うん、ちょっとこっちへ移動しましょう。信頼あるか、信頼で、始末してくる、してくれることを祈りつつ、はい。パワーが弱すぎる。山の上にちょっと陣取るしかないよね。あ、違う、待機。はい、どうしよう。まだ無傷なんですよね。これがちょっとダブルゼータのようにつけとこう。追っかけられると厄介ですよね。
はい、では行きましょうか、ね、全員終わったんでターン終了。思わず下がっちゃったな。あ、サムシード来るね。70以上もありゃ十分やてって。ねえ、魔装鬼人は魔装鬼人に選ばれたパイロットで似合いと。あー、何のゲア捨てる、これ。ごめんなさいね、感じ弱いから。あー、ザムジードの守護精霊は大地なんですね。あー、ゲアスでしょうとね。ザムジードは意志に反して操られるわけですが、凄まじい苦痛を味わっているはずですと。あー、そういうことだよね。はい、ということでね、ザムジードをまず奪還するのが先なんですけど、これやられるんじゃないかな、この人が。一応4100あるけどね。うわ、めっちゃ減った。3000ぐらい。上に来るかな。あ、やっぱりこれは右に行くでしょう。これも上かな。うん、真上に来たね。これは地上からなんで、でちょいと進むか左へ。これも飛んでるから上やね。めんどくさいことになったわね。3000ね、一発で仕留めたいな。レンファ、8あるんですよね。バスターキャノンが結構強力で、これも8ありましたよね。バフォームね。あ、9あるんだ。4200か。とりあえずね、オーラキャノンで削っていきましょう。逆にね、もうちょっと近場でも良かったのかなと反省してるんですけどね。どうやろうね、森にいるからちょっと命中率落ちるのを期待してガトーさんにちょっと攻撃いってみましょうか。 68%10残った。約3分の2。あー、でも硬い。
シーブクさん25か。ああそうかそうか、これはエネルギー使っちゃうんですね、じゃあこっちでいけますかな。はい、そこ倍入るはずなんですけど、あ、やっぱりね、削っとかないとやばいね。はい、出てて。5200か。仕留めてくれたらもうそれでいいし、あーギリギリか、あある意味ラッキーね、幸運が使える。ハイパーバズーカー、
あ、100% 大丈夫。25に上がりましたよ。まあそういうところにいないと、でこれがどこまで来るかやね。10誰かで仕留めないとねいけないんで、でこれで友情使っていきましょう。はい、いや結構ダメージ受けてたんだね。はい、あー必要ないんか。じゃあこれでちょっとターン終了しましょうか。前回ちょっと早めに切り上げたんでね、このエネミーフェーズ終わってから終了させていただきたいと思っております。あーそうきたか、これ真上来るでしょ性格的に。容量下げめんどくさいなー。あーこれもおるんだ。はい、それではですね、今回ここで終了させていただきたいと思います。スーパーロボット対戦 EX でした。ありがとうございました。では皆さんさよなら。